ファイアーエムブレム紋章の謎は、ファイアーエムブレムシリーズ第3作で、1994年1月21日、スーパーファミコン用ソフトとして、ニンテンドーから発売された、シミュレーションロールプレイングゲームである。ファイアーエムブレム暗黒竜と光の剣の続編で、暗黒竜と光の剣のリメイクを、第1部、暗黒戦争編暗黒竜と光の剣として、 その後実弾の第2部英雄戦争編紋章の謎を収録した2部構成である。第1部の物語は大陸を揺るがす悪に対して炎の紋章に集う戦士たちの物語だったのに対し第2部はファイアーエムブレムとアカネや大陸の歴史と謎に触れた物語となっている。第1部と第2部はどちらから始めてもプレイができるが 条件を満たすと第1部から第2部まで通してプレイすることもできる。それぞれの面は登場ユニットや初期配置にはほとんど変化がなくファミコン版の攻略法をそのまま応用することが可能。本来は第2部、紋章の謎の英雄戦争編のみ予定であったが前作をプレイしていない人のためにダイジェストとして第1部、 暗黒竜と光の剣の暗黒戦争編を追加している。ハードの性能向上のためグラフィックや演出面が強化されている。難しいとされた旧作より難易度はかなり落とされたが、ゲームバランスに関しては評価が高く、同シリーズの代表作と呼べる作品である。本作は、新ファン層を増やし、人気ゲームシリーズの仲間入りを果たした一作といえる。 キャラクターグラフィックに関しては、当初劇画調のものが予定されていたが、最終的にはアニメ調のものに落ち着き、後のシリーズの方向性を定めることにもなった。システム面では、騎馬系、飛行系ユニットは、屋内では降りて、戦うこととなる。そのため、乗る、降りるコマンドが追加され、闘技場では交参できるようになった。なお、 戦闘アニメを経ずに、マップ上で戦闘が繰り広げられるよう設定でき、比較的快適にプレイできるようになった。本作より行動を終了したユニットを再行動させるユニット踊り子が初登場した。この再行動させるユニットは次回作以降にも登場し、戦略上重要なユニットとなっている。 1996年には KSS よりオリジナルビデオアニメーションが発売されている。Wii, Wii U, New Nintendo 3DS のバーチャルコンソール、Nintendo Switch のスーパーファミコン Nintendo Switch オンラインでも提供されており、大乱闘スマッシュブラザーズ X 日本版限定の名作トライアルというモードで体験版が収録されている。本作の第一部である、 暗黒戦争編は第1作目、ファイアーエムブレム暗黒竜と光の剣のリメイク版である。暗黒竜における第4章、第9章、第13章、第18章、第21章の5ステージと、総料理夫やシューターなどの仲間キャラクターが除外され、25章の物語が20章に変更された。また、アカネエア大陸、ファイアーエムブレムの設定、 マムクートの伝承も多少変更されている。さらに、今作品から追加された人物や、国名変更などもある。味方の成長率が、全体的に上がり、敵のステータスも下がっており、かつ闘技場で掛金と引き換えに降参ができるようになったなどにより、暗黒流より、難易度はかなり落ちている。第一部で味方になるユニットを全員仲間にして、 かつ誰も死亡させずにクリアすると、自動的に第2部につながり、そのまま連続してプレイすることができる。ただし、第1部でどんなに味方ユニットを成長させていても、第2部の登場時には引き継がれない。本記述には、紋章の謎で追加された後付け設定も含まれる。第1部の直接の続編となるストーリーで、 主人公のマルスをはじめとする多くのキャラクターが第一部から引き続いて登場する。第一部に比べて序盤から難易度が高い踊り子が仲間になる入手できるアイテムが増加している斧を使えるキャラクターが一人も仲間にならないなどの特徴がある。第一部と同じく二重症構成だが条件を満たすと本当の最終面となる終章が出現。 第一部から継続したデータで、第二部をクリアすると年表がテロップとして流れる。ドルーア帝国と、地竜王メディウスを打ち滅ぼした、マルス王子や、紋章の下ににダイ使戦士たちは、戦後の復興に勤しんでいた。メディウスの残した傷跡は深かったが、アカネエア王国の民にはすでに笑顔が戻っていた。その理由の一つが、アカネエア王女ニーナとオルレアン王帝。 ハーディンの結婚である。アカネアを救った英雄でもあるハーディンに対して、人々からの信頼も厚かった。アリティア王国に戻ったマルスは、タリス王国の姫君シーダとの婚約を発表し、復興も順調だった。時を同じくして、同盟軍にも加わったオルレアン王国の王帝、ハーディンが、アカネア王女ニーナとの婚礼を発表。 そして、アカネア王に即位した後、強引とも思えるやり方で芝叩く間に、アカネアを復興させるとともに、アカネエア神聖帝国の建国を宣言。自ら初代皇帝となった。そんな中、辺境のチグルニアで反乱が起こる。ハーディンの要請に従い、マルスはアリティア軍を率いて、反乱鎮圧に向かった。そこで彼らが目にしたのは、かつて仲間として、 共に戦った、グルニア将軍ロレンスが取り出に立てこもり反旗を翻す姿だった。暗黒竜と比べ、いくつかの職業が敵戦用になったり、名称が変更された。一部新クラスが登場し、二部から使用が可能となった。さらに経験値が敵を倒しきれなかった場合は与えた、ダメージではなく、それよりも少なくなった。倒した時の経験値は、 倒した相手の職業による絶対性のままである。また、機乗系ユニットは馬から降りられるようになり、屋外マップでは乗っても降りても自由であるが、気打ちマップでは必ず降りねばならなくなった。乗馬時は槍り、ゲ時は剣しか使うことができない。そのため、暗黒竜では銀の剣だけ買えばよかったが、今作においては使い分けが必要になった。ゲ馬時には移動力はもちろん、 ソシアルナイト以外は速さや守備などの能力までが落ちてしまう。アーマーナイトは剣が装備できなくなった代わりにクラスチェンジが可能となった。乗馬系ユニットは室内マップではゲバせねばならないため室内マップで槍が使える唯一のユニットとなっている。しかしながら手槍の重さが20になり追撃は絶対にできない。僧侶は廃止され、 その代わりとも言えるシスターは、敵の攻撃を受けないと経験値がもらえないのではなく、杖を使用することによって経験値が入るようになり、格段に育てやすくなった。マムクートは、流石の使用回数が無制限ではなくなった代わりに、使用すると、数ターン変身したまま戦えるようになった。さらにブレスの射程が1から2となったが、重さが20であり、マムクートは、 絶対に追撃ができなくなった。クラスチェンジについては仕様が変更され、基本値に引き上げから各職業に定められたボーナス分だけ上昇するようになり、基本的に最大レベルまで上げてからクラスチェンジする方が有利となった。また、暗黒流では一人合計で4個しかアイテムを所持できなかったが、今作では武器欄とアイテム欄に分かれ、 それぞれ4個まで持つことができる。ナイト系は前述の理由から武器欄が埋まってしまいがちだが、アイテム欄が別なので武器が一杯でも傷薬を持たせることが可能である。ただし、それぞれ使用欄が別なので武器を5個持ったり傷薬を5個持ったりはできない。敵軍ユニットの場合、アイテム欄に表示された武器、アイテムは倒した時に必ず手に入る。また、 敵の盗賊が宝箱を開けてもアイテム欄に表示され、倒せば取り返せるようになったため、難易度が大幅に下がっている。なお、敵軍ユニットは所持しているアイテムを使用することはない。預かり書がなくなり、代わりに輸送隊が登場。マップ上には登場しないが、マルスに常に同行していることになっており、マルスはいつでも、 マルス以外はマルスに隣接することで武器とアイテムのやり取りが可能である。魔法については大幅な変更があり、固定ダメージから力が加算されるようになり、魔法も職業によってはゼロではなくなり、極めて低確率ながら成長するようになった。ペガサスナイトは魔法に強い設定であるが、ドラゴンナイトにクラスチェンジすると魔法が低下してしまう。 乱数については今作までは、いわゆる乱数調整が不可能な上に、おおむね高い、低いという順番で偏っており、一部成長率などに影響を及ぼしている。他にも、一部のクラスや、武器やアイテムの使用変更、削除が行われた。ユニットの特性については、ファイアーエムブレムユニット、兵種を参照。クラスの後の、内表記は、暗黒流。 紋章の謎の戦闘画面などでの略記。最大 LV は全クラス共通20であり、最大 HP は52、移動力は12、その他の能力はすべて20である。戦士以外の回クラスがレベル10以上になった上で対応したクラスチェンジアイテムを使うと昇格できる。昇格するとクラスチェンジボーナスとしてクラス別に能力が上がると同時に、 レベルが1に戻る。以下に、本作品における用語を解説する。ファミコン通信のクロスレビューでは40万点中36点だった。最高得点だったのは、ジョルジョ中屋の10点。最低点数は、ローリング内、沢の8点。ファイアーエムブレム文章の謎を参照。TCG、ありがとうございます。